がべが。ここからスタートかもしれません。いろいろ端折ってゴー。大須未来のチャンピオン、マチス少佐のあだ名は稲妻アメリカン。アメリカナンバーワンらしいぜ。飛行タイプ水タイプは相性が悪いぜ。麻痺させられないよう気をつけな。それとマチスは用心深い。彼の部屋ロックされていて簡単には入れないぜ。よし行くぜ。 Hey, poor little kid. You の半端なファーでは戦場じゃ生き残れないね。エキセントリックポケモン使って生き延びたね。みんなビリビリしびれて動けない。電気なんだねこいつ。おお、なんだマチス。ビリリ玉はちゃんで大丈夫だと思うんだけど、念力で大丈夫だと思う。きついか。よし、まず一人。ピカチュウでポケモン入れ替えますかで、はいで、ちょっと余裕持ってもう一回マリオを出す。でピカチュウでしょ。でポケモンでピカチュウにはロバート。今んとこね、見たことあるポケモンなんでね。前回の霞に比べたらって感じはするけどな。最後何が出てくるかだよな。知ってるやつじゃないと思うんだよな。今までお初にお目にかかりますが来そうな気がする。あれ、ライチュウ。これ麻痺、このまま出さない方がいいのか。あ、いい縁しちゃった。なやこれ、ピカチュウの親玉、親玉っていうか、進化系か。あんま可愛くはないな。よーし、俺はピカチュウの方がいいな。これでそんなでもなかったね。 U の強さ、トゥルー、つまり本物ね。オッケー、オレンジバッジやるよ。オレンジバッジ持ってるだけで U のポケモンスピードアップ。
あの空を飛ぶ技はファイトな時にも使えるようになるよ。 You はスペシャル、これはミーの気持ちね。技マシーン、電気ビリビリ電気波、設定力ポケモンに教えてください。これでも書いていいのか。いた、な、粉ないくよ。寝た。で、これでモンスターボールでいいんだよね。これでモンスターボールと。いけ、よし。あんだけ苦労したのにね。あ、こいつか。これで捕まえられるんじゃないかな。念力やったら死なないか。大丈夫。よし、もういけるだろう。よし。ビリリ玉、正体不明の生き物の嫌な音を出したら突然自爆することもある。へえ。黒板にも書いたが、わしに分からぬことはない。ゲームボーイの中に世界があることも。ぜひ友達を誘ってポケモンの交換を楽しんでくれたまえ。なにこれ。え、イーブイ。はい、あら、なんか可愛い感じがする。 EV、 いやー、3万ねーあるからな。これ台によって特徴、女の子もやってる。スロットゲームは楽しい、時間の経つのは忘れるわ。なんか大人としてなんかちょっと心が痛い。おお、こんなとこで油ってていいのか。未来のチャンピオン玉虫のリーダーエリカは自然と心を通わす植物ポケモンの使い手。お花なんかイケてるからおとなしそうに見えるが手ごわい相手になるぞ。今日ゲームは怖い。ちょっとした生き残りのつもりがと夢中になる。怖いな。こんな中で下っ端でしょ。女の子なんでアイリちゃんにしましたね。このものでロケット弾アジッチの存在がバリちゃんもボスに連絡しなくちゃ。これなんかあんだよな。まだ行くのは後にしよう。なんでよ、コイン分けてやろうか。カモコお兄さんがやった、20万もらった。気もいいね。手元が狂う。コインあげるからちってくれ。よっと、あれ待て、これレポートしといた方がいいんじゃね。これ戦いますか。これどうせ戦うでしょう。
戦っちゃうよね。多分話し合いでなんとかなりそうな感じじゃないもん。なんかもう髪型からしてなんかいかついもん。なんか増添えみたいな。戦う。榊。もうね、今ね、皆さんね、コメント好きに書いてください。おーい。榊。曰く？いけ！もう少し！いけ！よし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 ！よっしゃー！オッケー！勝ちましたね、ひつみてぃー！君はとてもん君はとても大事にポケモンを育てているな。こんな子供に私の考えはとても理解できないだろう。ここは一度身を引こう。君とはまだどっかで戦いたいものだ。シルフスコープ、あー、これでなんか見えるようになるんだ。で、ここに行ってですね、これ大選びが必要なのね。せっかく1000円分持ってるから、大体ね、こう大体スロットの台ってこう見て角台なんだよね。大体設定が入ってるのは角台。でもこれゲームで一番なんか無造作に座るっていうね、無造作っていうか無差別に座ると思うんで、子供はだから手前とかこういうとこ座りたがると思うんで、こう設定紙の裏を読んで角にで行きましょう。ベッド、役の説明、役の説明して、はいはいはい、わかりました。リールストップが A、 うん、
1000円50枚っていうのかな。目押しできんのかなこれ。目押しできましたね。やっぱね、スロットやってるだけありますよ。目押しはできますからね。これ目押し効くの？わかんないけど。あ、違う。コダックか。コダック見えねえな。チェリーは、まあ、チェリーを取って、チェリーが出たって言って吸って、カドチェでリーチめっちゃこじゃないもんね。そこまで設定は入れてないだろうと思うんで。これ何コマ滑りとかないよね。あら、ずれた。これとにかくね、あ、まあこれチェリー取って、またチェリーか。 R は R もいいのか。R は100か。 R もでかいんだね。とにかく狙うのは R か。 R が見えねえな。あ、見えた見えた。あー、ずれた。これチェリー取って、ダメ、これやっちゃうかもしんないからやめよう。よし、来た。これ見える。ほらー、どうだー。普通なのかもしれないですけどね。7はね、見えますよ、これ。このモンスターあたりがね、ピカチュウとコダックが黄色なんで、ちょっとわかりにくいんですけど。7はね、見えます。でね、この角2のね、設定だと思うんですよね。これだけね、あの問題はその、第二停止なんですよね。あ、これ多分延長されますよ。よし、あとだから、時間気にする場合はね、寝た方がいいよ。あ、これ見えてる見えてる見えてる。あら、違った。これ結構早めに押した方が第2はいいのかな。これちょっと癖があるな、第2。うん、やっぱりな、ちょっと遅いな。よし、狙うぞ。あー、ずれたー。
これ自分で延長させないといけないの？今の惜しかった。真ん中よりね、その上、上段7が止まんない限りね、適当に押してますからね、もう。来た、今のは見えたよ。おらー見ろーねえ、見えるんだから。やったね。でみんな飽きてきたみたいなんでやめましょう。もうこれ交換しないといけないの？必ず。よし、じゃあこれ動画ではね、全部こっからスタートになってるかもしれないですけどね、この場面はね。一応ね、女の子たちはあとはジムリーダーのみです。行きたいと思います。寝てしまったわ、ようこそ。私、玉虫ジムのエリカと申します。お花を生けるのが趣味で、ポケモンは草タイプばかり。あら、やだ、試合のお申し込みですの？そんな私負けませんわよ。あら、エリカ様、なんじゃこれこれはなんじゃ。エリカ様、意外となんか癖がすごいポケモンですな、これ。大丈夫か、火の粉で。まず、あ、しびれちゃうか。あー、あ、やばいかこれ。ヒノコが一発でも当たれば、アイリーで、あ、またミクには何か持ってる。これ眠らされるのかな。やばいかこれ。違う、これでまだ寝てるでしょ。で、バック麻痺直し、で、まゆゆ、あー、目覚ました。よし、あ、待て。で、もう一回眠らせよう。今のうちに、まゆゆ強化月間なので、よし、これで OK で、一発アイリちゃんも攻撃してみよう。念力、オッケー。入れ替えましょう。眉強化月間、モンジャラってなんだこれ、気持ち悪いな、なんか。
何こいつ。根を張った？草タイプっていうことは幽々白書で言ったらクラマみたいなタイプってことか。まだいるか？エリカ様、ラフレシア、いや入れ替えません。最後か、ラフレシア。あ、なんかかわいい。下顔だよね、あれね。顔じゃなかったら気持ち悪いけど、顔だよね。なんか、やーみたいにしてるし。よし。いいよ。あー、また粉か。これはね、あえて、マッチを使わない戦い方。何でも直してなんだ。あ、やけどが治ったってこと。もう一回だ。よし、やけど。よし、いいよ。もうなんか同じ感じね。やけどと麻痺とみたいな。でもやけどは攻撃できるんだよね。だから麻痺は攻撃できないこの可能性が出てくるので、これ直すと。これがどんだけ効くか。よし、大丈夫だな。これいける。眉でいける。嘘、マジかー。それそうだよね。そりゃそうだよ。そんな簡単じゃないよね。さすがエリカちゃん。でもこっちが有利に変わりはない。いける、いけ。よし、エリカちゃん撃破。参りました。本当にお強い方。レインボーバッジやりました。レインボーバッジでレベル50までのポケモンがおとなしく言うことを聞きます。そして怪力の技が戦ってなくても使えます。それからよろしかったらこれも使いになって。技マシン19、ギガドレインです。あなた与えたダメージの半分がポケモンの栄養になる。へえ、素晴らしい技です。あ、この人でも戦ってるね。うわ、なんだこれ。ラブラブカップルのカホとジン、なんかあれみたい。なんかクレヨンしんちゃんにいたな。なんか、うわ、なんだこれ。お前らなんだ急に。全部炎対決になってんじゃねえかよ、これ。これやばいんじゃねえ？水タイプ？ロバートと、アイリーで行く？いや、あやめか。多分タイプ一緒だと思うんだよね。これ火だもんな相手。これ、あー、砂地獄ってなんだろう。ケタグリ
これでどうだ。よし。よっしゃ、いいよ。まずギャロップを。おっしゃ、いいよ。わあ、でもキューコンかっこいいね。このギャロップもかっこいいけど。なに、炎の渦って。おー、危ねえ。あやめだったら危なかったのかな。